エルサ心です。めっちゃ雨降ってます。今日は北六甲カントリークラブに ECC レディースゴルフトーナメントを応援しにやってきましたですが、なんと今回は中止になってしまいました。で、高速道路とかも結構もう土砂災害とかでもうオールストップになっちゃってるので、ここに来ることももう困難です。ですが、まあ、中止になりましたが、私なりにトーナメントのサポーターとして伝えられる範囲でこのステップアップツアーのことを伝えたいと思います。初日だけは今回行ったので、その辺とかも聞いてみたいと思います。まずはですね、ちょっとコースの状況がどうなってるかっていうのを見たいなと思いますので、コース散策に行きましょう。はい、18番のグリーン上にやってきました。お、すごい。え、あれ氾濫しちゃった。すごい氾濫しちゃってる。もうこっちがもう大変なことになってる。バンカーがもう、バンカーが川になっちゃって、さらに水たまりができちゃってますね。これ多分全部のホールの全コースのバンカーがこういう状態になってますね。でもグリーンは水はけがいいからか全然浮いてない。でもちょっとボール転がしに行くよ。大丈夫、遅いですけど、ちゃんと転がる。さすが北六甲、まあ、コースはこういう状態ですね。今はなんか話によると、池が氾濫して、池が決壊して、お魚がバンカーにいたらしいです。でもさっき救出したらしいです。で、次ね、ちょっとビップテントとかそういうとこに行ってみたいと思います。ビップテントにやってきました。今日はね、もう雨なので髪閉めちゃってますけど、晴れてたら全部オープンにしてやるんだと思うんですけれども、こっち側がビップテントで、あのビップのお客様に専用に開放してます。で、実はこう右側に結構席があるんですけど、右側の席はメンバーさんに開放している席だそうです。VIP といえばスポンサーさんとかばっかりが多いんですけれども、この試合はメンバーさんにも待遇というかいい試合となっております。ちょっと見てみますかね。 VIP からの景色は、 VIP からの景色は全然弱まんない。以上です。ではギャラリープラザにやってきました。北海道ホタルラーメンさんが雨の中もしっかりやっていただいてます。お疲れ様です。お疲れ様です。あいにくですね。そうです ね天気だけはしょうがない。しょうがないですね。でも朝から仕込みされてたんですか。そうですね。もしかしてやるかもしれな い, っていうのもあって。そうですね。もしかしてやるかもしれないなら段取りだけは完璧にしとこう。毎年出展されてるんですか。そうですね、今年で3年目ですかね。3年目、はい。北海道にあるんですか、お店。お店自身は製麺屋なんですよ。製麺屋さん、あの直営店もあります。あ、直営店もある。直営店もあります。皆さん北海道に行った際はぜひ行ってみてください。今日は7月6日ということもありまして、なんと明日は七夕です。選手とお客様が願いを書いてくれてます。ちょっと紹介していきたいと思います。岸部さん、優勝できますように。岡村さん、ショットが良くなりますように。みんなの健康でいられますように。すごい、みんなの願いまでお客さんが書いてくれた。アイリプロ2勝目とか、こう選手への思いが書かれていますね。以上、七夕の願い事紹介でした。 ECC のチャリティーフォトの場所にやってきました。この ECC 地球救済キャンペーンに1000円以上募金されると選手と写真が撮れます。ぜひ来年もきっと ECC さんはやってくれると思うので、皆さん来年はここで写真を撮ってみてください。スカイエーの中継車のところにやってきました。どういった感じでね、放送が行われてるかということを見てもらいたいなと思います。お疲れ様です。こうやってモニターがいっぱいある。待つ、ね、ボタンもいっぱいある。こっちにもボタンとモニターがたくさんあります。
これでいろいろ切り替えたりとかするんですか？そうです。そうですね、はい、これは中継施設になります。後で放送席に行きますのでまた詳しく教えてください。お疲れ様でした。今こう午前中でバーッと一通り回ってきたんですけれども、大会のねプロデューサーの方に今回の試合ってどうなっちゃうんですかっていうのを聞いたところによりますと、今回は初日18ホールが成立してるんですけれども、規定上なのかな27ホール成立しないとこの大会自体は成立しないということになるらしく、18ホールやってるけどそこで結果になるっていうこともないらしいです。なのでこの大会は不成立となったということになります。でなんとですね、今までステップアップツアー多分何年も歴史があるんですけれども初めてだそうです、こうなってしまったのは。なのでもう早めですね、結構早かった、6時半とか、まあ、6時台にはもう今回は中止っていうのを決定されてたので、まあ、それもそういうまあ交通機関の乱れもあるし、来てできないってなって帰れないってなることもあるので、早めの判断が素晴らしいなと思いました。以上です。お疲れ様です。え、優勝カップあるんですか？ありますよ。はい、ありがとうございます。重い、はい、重いカップの重さが、ね、すごいですね。優勝の重みになるでしょ。毎年いただけるんですか？はい、いただけます。お返しする、はい、あのレプリカを用意してます、選手に。へえ。それはあのゴルフ場に飾っておいて。あ、これはゴルフ場に飾って、ゴルフ場に飾ってあって、ね、ユキコ、ニシキ、そう、ニシキ、アツ、アスカ、アスカ、うん、石川アスカ、これ去年の方ですね。そうそう、ありがとうございます。はい、はい、今回準備期間って結構あったんですよね、半年ぐらい。そうですね、半年ぐらい、ね、来年ですね。そうです、来年、来年も やりますもんね。来年やります。はい、やります。じゃあ来年楽しみにして。はい、あんまり言わないで行きましょう。はい、はい、5秒前、4、スカイエーゴルフシリーズ2018 ECC レディースゴルフトーナメント北六甲カントリークラブ東コースです。広報アンバサダーのファッションモデル西草心さんです。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。そうですね、もう本当今回はあいにくの天候で中止になってしまいましたが、その分また来年この、ね、残念な気持ちをぶつけたいなと思います。今回は中止となりましたが、この大会に携わってくれた皆様本当にありがとうございました。はい、では皆さん来年この思いをぶつけましょう。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ、バイバーイ。